俺は偽物とか堂々こうで言ってきたんだけど、俺はちゃんとお前の持ってるその自信のある第二魂と、俺が本当に本当の第二魂を見せてやるから。本当の第二魂、見せてもらおうじゃないよ。今なら受け取るか。いいよ、それは終わってもらう。お前が偽物だって言ったやつだ、受け取るか。 てめえのよ、その受け取れねえよ。全部はよ、試合終わってからだ、この野郎。それはどっちが本当の大事な話か見せてやるよ、この野郎。楽しみになってきたじゃない。まあ俺は勝つのは当然だけど、やっと結果がついてきたよ。それだよ、お前、俺が言ってる大事な話ってのはそれのことを言ってるんだよ。分かるか。俺が大日本帰るんだよ、この野郎。俺がずっと大日本で続けてきて、それで今やっとようやく、ちょっとだけ強くなったんだ。分かるよ、その気持ち。 お前が今日試合で見せたあれが俺が言ってる大事な話。じゃあ俺がそれを上回ってやるよ。じゃないと大日本変わんねえからな。分かった。お前が言ってる大日本が変わらないっていう気持ちはすごく分かる。その気持ちはお前と試合をするたびにお前の中からどん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 伝わってくるよ。
だったらもっともっとよ、見せるしかないだろ。そしたらタイトルマッチで見せるしかないだろ。待ってるよ。そしたら俺とお前で大日本プロレスが面白いことを証明するしかねえだろ。いいよ、やってるよ。よし、最高の試合をする。いいよ、最高の第一魂をかけた試合をするぞ。いい、俺はそれが根本根元にあるからな。第一魂っていうのが元にあっての戦いだ。分かった。ああ、やってやるよ。それは後だ。おめでとう。1月2日もうベルト取って俺が真の大日本プロレスっていうものを見せてやるから。第一魂っていうのはここにあるんだよ、この野郎。